ガンノートナイトは岸田さんとゲストのお二人がただただゆるーくお話しするトーク番組です。はい、岸田徹と申します。25歳と27歳の時に、肺細胞腫瘍という、珍しいがんになりまして、そこから抗がん剤だったりとか、手術だったりだとか、を経てですね、今、元気にさせてもらっています。がんノート代表理事をしておりまして、今日ですね、司会進行だって、天の声さんの補助をさせていただければということを思っています。国立がん研究センター、がん対策情報センターの若尾と申します。神奈川県出身で、今は東京都に住んでます。大友芽衣子と申します。よろしくお願いします。私は2010年と2019年に乳がんを患いまして、異次性両側乳がんというのにかかっています。と、現在は仕事は辞めまして、フリーでがん教育の講師のお仕事とか、企業の、がんについてお話しする、そういう機会を時々いただけるときに出向いてお話しさせていただいています。治療後、そうですね、2回目の乳がんから、抗がん剤が終わって半年ちょっとなので、静養をしながら栄養を蓄えている状況です。今日のテーマは薬物療法です。がんの治療の3本柱といいますと、手術、薬物療法、放射線治療、その中の薬物療法が今日のテーマです。薬物療法といいますと、目的としてはがんを治したり、進行を遅くしたり、症状を和らげたりするっていうところがありますね。そして使われる薬もいろいろあるということで、今日は若尾先生に薬物療法の目的、そして使われるお薬についてお話しいただこうと思います。で、まず本当の一番のスタートなんですけど、さっき三大療法で手術、薬物療法、放射線治療とありましたけど、薬物療法だけはちょっと違うんですよ、この3人の中で。で、何が違うかっていうと、手術と放射線はそこの狙ったところだけに効果がある。手術は切ったところ、放射線は当てたところですね。だから局所療法と、その局所に対して効果があると。それに対して薬物療法は血液中からずっと体は全身回りますので、全身に対しての、効果が、期待できるという違いがあるというのが、最初の、スタートです。で、目的なんですが、本当に治すことを目的に薬物療法するか、あるいはその進行を抑えたり、あるいは何か症状を抑えるためにするのか、大きな目標として2つありますね。で、ここをしっかり伝えないと、主治医は2番のつもりで言っていて、少し効いてますねっていうと、患者さん1だと思ってると、治るのかって、そこにやっぱりギャップが生じてしまうっていうところが、課題ではないかと思います。で、そうですね、治癒が目的とできるものは、やっぱり一部の血液とかリンパのがんですね。こちらは薬物療法のみで治癒が目指せるということです。血液じゃない固形がん、塊のあるようながんは、薬物療法単独ではやっぱり治せるということではなくて、手術であったり放射線治療と、併用して治癒を目指すということになります。延命や緩和の目的の2のとこなんですけど、やっぱり進行してた場合とか再発してた場合に薬物療法を行うっていうのは、もう治癒を目指すというよりかは、やっぱり進行を抑える、症状を緩和するというようなことを目的に行われます。お薬を体の中に入れる経路としては、お口から飲むですね。お薬を飲むと、カプセルであったり錠剤であったり、あるいは液体であったり、それを飲むということと、多くは静脈の中に注射で入れると。で、注射の入れ方によって、たらたら点滴でゆっくり落とすこともあれば、ビューッと注射器で早く入れるということもあったり、ここから、これ今日のポイントですね。薬物療法、あるいは抗がん剤化学療法とか言ってますけど、大きく3つの種類があると思ってください。で、1番目が、ちょっと名前がなんかややこしい名前ですけど、細胞障害性抗がん薬と、これがいわゆる抗がん剤です。障害の障を傷つける障って書くこともありますし、あるいは殺細胞性、
殺すという字も使う、殺細胞性というのが結構正式な言い方なんですけど、まあ、それから2番目、分子標的薬というのがあります。それから大友さんもやられたホルモン療法、でこれは内分泌のお薬ということになります。細胞障害性、いわゆる抗がん剤、化学療法は人の体というのはもうどんどん細胞分裂繰り返して、もちろんがん細胞も細胞どんどん増えてますし、その他の正常細胞も細胞分裂して増えてるんですけど、その細胞の分裂して増えていくところを抑える、叩くというようなものです。なので2番目にありますけど、正常な細胞にも影響を受けてしまいます。で、一番だから分かりやすいのが、髪の毛抜けてしまったり、口の中の粘膜がただれて口内炎になってしまったり、あるいは血球がやられて貧血になったり、白血球が下がったり、あるいは血小板が下がることで血が出やす、止まりにくくなってしまうと。それは全部そういう細胞が増えているところにもう抗がん剤が来ますので、そういういろんな細胞が抗がん剤の影響を受けてしまうというところです。だからちょっと絵が描いてありますけど、がんだけじゃなくても本当に昔の B29 がバーンと爆弾をいっぱい落とすような絨毯爆撃みたいな感じで全部焼け野原にされてしまうというものです。分子標的その2ですね。で、これはがん細胞に増殖に関わる何か標識、まあ、タンパク質などですね、標識があって、あるいはがん細胞だけじゃなくて、がん細胞に栄養を運ぶ、まあ、主要血管とかを標的として攻撃するということで、まあ、種類によっては、まあ、内服なんかもあります。で、絵がありますけど、さっきはもう銃弾爆撃だったんですけど、今回はこの青いところにポーンとピンポイントでは、トマホークの巡航ミサイルのような形で腫瘍を叩くというようなところです。で、もう一つ3つ目のもので、ホルモン療法ということで、これはホルモンの働きを抑えるような形で攻撃するということです。で、だこれは全てのがんでホルモン療法が使えるというわけではなくて、ホルモンで育つがん、ホルモンが育てるがんなので、まあ、乳がんであったり、男性だと前立腺がんなどで、だから男性だったら今度男性ホルモンを抑えるお薬、女性だったら乳がんだったら女性ホルモンを抑えるようなお薬で、そのがんの発育を抑えるということです。で、注射と内服があって、だこれも副作用はまた全然違う副作用で、女性の場合、女性ホルモンを抑えるんで、更年期障害のような症状でホットフラッシュになったり、あるいは男性に女性ホルモンを打つと女性化乳房といって、乳房が大きくなってしまったりというような、ホルモンに合わせた副作用が出るというようなところです。だからこの3つがあるというところで、スライド次で天の声さんからまとめをお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。すごくわかりやすいご説明ありがとうございます。これをもっと詳しく知りたいという方は、このような図が国立がん研究センターのがん情報サービスのサイトにあります。こちらのサイトなどを見ていただければと思っております。さあですね、大友さんの場合は、まずじゃあ抗がん剤とホルモン療法をちょっとねお伺いしていきたいと思うんです。抗がん剤療法つらかったですか、ぶっちゃけ。はい、私は抗がん剤はですね、つらかったです。で、だいたい先生はね、働きながらやってる人いるよって言うんでおっしゃるって1回目の時もそう言われて、そうなんだと思って、いや全然、違ったっていうのがあったのにもかかわらず、2回目も働いてる人いるよって言われて、あ、そうなんだと思って、私楽観的だからすぐ信じてっていうか、自分はね、なんていうのかな、そういう時はどちらかっていうと乗り越えられちゃう、根性とか気合とかで乗り越えられると思っていたんだけれども、2回やって気がついたことは、分かったんだけど、抗がん剤は気合じゃ無理。あれは働ける人は確かにいるんだけれども、それは気合じゃなくて、多分体質とか持っている体力とかであって、私はこれはね、気合とか根性とかで乗り越えられるものじゃないんだなっていうのをつくづく思いましたので、それはね、2回やったから分かった、2回失敗したから。結構やろうとしたんですか、仕事しながら。もちろん。おお。
だってやってる人がいるって言われたらばできるっしょって思っちゃったんですよ、うんうん、そうなんだと思って、そうしたら1回目の時はフェックっていうのをやったんだけど、うん、フェック T ですね、大吉さんだったんですけどね、まあ、あのこの抗がん剤は結構きつい方らしいんですよ、多くの中でも、きつい時は5日目で6、7、8、2週目は、ずっときついんだけど3週目に劇的に元気になるっていうパターンだったんですね、うん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 、でそれをあのとにかく、これは薬のパターンを、うん、メモマだったから私すごくね、うんうんうん、よく書いて書いて、そうすると2回目3回目は同じタイミングで必ず同じ副作用が出るから、うんうん、2回目3回目はそれに対応 する準備をしておけばいい、うん、だけど滝さんになったらばあのどんどん倦怠感が重なってこう減らないわけですよ、減らないところにまた来るまた来る、だから滝さん3回目の後はなんか自分が鉛でできてるんじゃないかなっていうぐらい重たくなっちゃって、もうこれはもう誰なの働いてる人みたいな感じで、うん、それは1回目すごく辛かった。ありがとうございます。大友さん、じゃあちょっとホルモン療法についてちょっとお伺いしたいんですけど、アロマターゼ阻害薬はやっぱり皆さんと同様こう何関節痛、そういうのが出るんですね、うんうん、だったんだけれども、まあ、それはね2年ぐらいしたらば割と慣れてきて、もう元元気だった自分が思い出せないから関節痛がデフォルトになっちゃって、なんか別にあんまり気にならなくなったんですが、ある時ねちょっとまあたまたまあのまあ、ある事件があってタモキシフェンを飲むようになって、タモキシフェンとリュープリンをすることにしたんですよ。そしたら ある事件が気になりすぎんねんけどなんでそんなするっと言って変わる、うん、ある事件はこれはあのちょっとあのこうあなんていうんですか、乳がんの人あるあるなんある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 かどうか分かんないけど、あの、うん、月経が戻った、えほうということは、私あのなんていうんですか、抗がん剤治療で、うん、あの閉経してたんですよ、うんうんうん、46で閉経だから、まあ、ちょっと早いよね普通の人よりは、うんうんうん、もう薬で閉経してて、もう私はもう終わったものと思ってたらば、薬を飲んでたらある時、うん、あの戻ったんだよね、うん、あっ思って、うん、またあのえっと思って、うん、そしたらば薬が変わったんですよ、それが原因で、うん、ええどういうこと、え若尾先生どう、私もですね、あのすごくその辺しっかり頭に入ってるわけじゃないんですけど、あのホルモンでもその黄体ホルモンとその、卵巣の方に効くホルモンと2種類あって、それの使い方でそのやっぱり月経を促すようなものとそれを止めるようなものがありますね、うんうん、そのアロマターゼ阻害薬っていうのはなんかちゃんと閉経してないと閉経を促しちゃうらしいんですけど、うんうん、そういうこと、うん、ちゃんと閉経しなかったんや、ちゃんと閉経してんだと思ってたわけ、うん、私も先生もそういうことね、だけどなんか分かんないけどすごい元気だったんだな、うんうん、元気だったんでしょうあそこが元気だったんだな、うん、なんか目覚めたのうんうん、で若尾先生、化学療法と薬物療法の違いなんですかっていうフィットさんからいただいてるんですけれども、あのさっき3つありましたよね、あの、うん、あのごめんなさい、細胞障害性とあの分子標的薬とあのホルモン剤で、一番上の細胞障害性がほぼイコール、あこれです、上が化学療法、うん、だからそうですね、ただ人によってはもう全部薬物療法化学療法ってくくっちゃってる場合もあるんですが、だんだんやっぱり区別しようっていう流れが出てきてますね。だから化学療法とか抗がん剤って言わずに薬物療法っていうように少しずつ変わってきてます、はい、これも時代の流れでね、言い方も変わってくるっていうのは本当往々にしてあったりとかするので、今はそういうふうな感じになってるっていうことですよね。そうですね、うん、はい、詳しくはがん情報サービスまでお願いいたしますゲストのお二人から見てくださっている皆さんへのメッセージをいただきたいと思います。あの抗がん剤治療はやっぱり大変なので、そんな頑張らなくてもいいっていうか、無理しないで自分の体を大切にできるような環境づくりをすると。で、あのこれどなたかから言われたんですけど、自分で自分をご機嫌にするようにする、過ごす。あと私の場合はあのなんかこう危険そうなところ人には会わないとか、危険そうなものは見ないとか、あのそういう環境を整えていましたので、あのそういうのも
自分でちょっとしたらいいと思います。例えばブログ人のブログとかをむさぼり読んだりとかしていろいろ知りすぎちゃわないようにするとか、変な情報のところに行かないようにするとか、ちょっとこの人とは合わないなっていつも気がこうちょっと合わないなと思う人ところには行かないとかして、まあ、皆さんすごい頑張ってると思うんですよね、抗がん剤治療中の人って。なのでもう頑張らないで、マイペースで行きましょう。やっぱり印象に残ってるのは大友さんおっしゃられた気合では無理と、まあ、確かに気合では無理なので本当頑張りすぎないということが大事だと思います。はい、でも俺なんもないな。はい、皆さんまた来週見てください。それでは皆さんまた来週お大事にってまた言ってしまった、また来週、はい、ではね、バイバイ。